はい、皆さん、こんにちは。モロトフです。アットザ・ゲイツ。続きをね、やっていきたいと思います。えー、我々の領土がこれですね。前回探索でいろいろ調べたんですけども、周辺には、まあ、こういった岩があるのと、あとね、ビーハイブですね。蜂の巣がここにありますね。蜂蜜が多分取れるんだろうな。ちょっと遠い。で、我々の領土じゃないんで、 例えばね、ここでいろいろ作業するとなると、この人見てください。なんかこの赤い旗になっちゃってるんですけども、疲れちゃうんですよね。これ問題ですね。うん。ほら、サプライクリティカルって書いてあるから、多分ね、食料がね、全然持ってきてないんだと思うんですよ。っていうのは、基本自分たちの領土内で何かやるっていうことだと思うんですね。 厳しいね。これは。ちょっと戻そうか。死んじゃうのも怖いし。これで多分ね、復活していくんですね。っていうのはね、このね、探検者もね、外でガンガン歩いてたらね、疲れちゃって、今こうやって復活を今、遂げようとしていると。このゲージ見てください。ね。遂げようとしてる感じなんですね。だから、領土をね、どんどん増やしていくっていう考え方の方がいいかもしれないですね。お、ここになんかある。 今のところちょっと心配なのが、えー、食料がね、どん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 減ってます。一単ごとにマイナス一っていう感じになっちゃってますね。これは厳しい。で、えー、っとね、彼がね、唯一、この部族は唯一ここの小麦取ってるんだけども、今取れてないんですよ。多分理由が今寒いからでしょうね。 そういうことだと思います。雪になってますよね。今って確かね、11月なんですよ。次のターンが12月でもっと寒くなると思うんですね。だから、うーん、食料なんですね。まあ、とにかくね、今回はこの冬をね、ちゃんと越していきたいと思います。やっていきましょう 穀物を狩る一族がここで何も枯れなくなっちゃってんで、こっちちょっと移動して、ここに何があるあ、ここに何があるかっていうのをね、ちょっと探し当てましょうか。あ,あ、彼も、そうかそうか。木切ってたんですけども、彼もここも木切り尽くしたんだ。 おほうほう,う。ここには何があるのブッシュ。何もないってことだな。おお難しいな。まあじゃあ、ちょっと、この中入ってね、ぬくぬくしててください。で、彼もだんだん、ね、サプライがね、あの、物資がなくなってる領土外なんで、だから領土増やしていきたいですね、今回ね。ほい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 。じゃあ、次のターンです。 はい今は12月の上旬ということでウェポン・スミスの研究がね、えー、完了しました刻々と本当に厳しい状況になっているまあ最悪ね我々ね早期の段階でね早い段階でこの馬の群れをね囲っといたんで本当に食料がなくなった場合この馬20頭が食料に変わるよって書いてあるんでちょっと安心かな <laughs> 結構このゲームね、シンプルに見えて奥が深そう。面白いですね。一旦一旦が本当に価値ある、なんていうの。選択が重要な感じがしますね。さあ、ここは一体何なんだまだわかんないですね。動物何なのか。まあ、わかったところでなかなか、難しいけどね。 うん。やっぱり雪で覆われてるから、ここの食料が取れない。ちょっと彼女も中に入ってよっか、ね。で、彼はここで何があるのかね。この植物は何なのかをちょっと特定してもらいたいですね。で、探検者。えー、探検者はもうちょっとじゃあ、おお、なんかいる。これは何 おっと、バンディッツですね。えっ、ー、と、野蛮族みたいな感じでしょうか。野蛮族はやばいな。ちょっと下行ってみて。こういう感じか。で、えー、彼もここに行って大丈夫かな。領土にいる限りでは、あの、ね、食料が減ったり、体力が減ったりっていうことは基本ないんで。どうしよう。もう一回特定しに行こう。ね。 で、えっ、ー、と、研究を進めたいです。何を進めたいかっていうと、このね、ウォッチマンを、この、ウォッチタワーをね、作りたいんですけどね、ウォッチタワーってどこで研究できるんだお、そういうことか。ウォッチタワーは、要はウォッチメンという職業は、どこで、えー、研究されるかっていうと、ここだ。オーナーですね、オーナー。 えー、つまり名誉だ。これを研究しなきゃいけないんだ。そうか、そうか。さあ、現在二人いるんだよね。なかなか何もできないな。厳しいな。よいしょ。はい。12月後半ですね。最も辛い状況だと思います。 そんな中、一族がもう一つ来ましたね。で、早速研究をどんどんやっていきたいですね。ここだ。ウォッチマンですね。これを、えー、選びます。これで領土拡大が。これもっと早くやっとくべきだったかもしれないね。で、彼怖いから、えー、彼は無視して我々のエクスプローラー探検家は、もうちょっとこっちに行こうかな。ほいほいほい、何回いたよ。彼は何 アーチャーだって。えー、仲間になんのか彼の色は我々の色と一緒なんだよな。不思議だなはい。これが新たな一族ですね。やばい。彼が疲れてる。やっぱりダメだ。戻るか。全然、あの、ここで仕事をさせてくれないっていうか、彼もやばいんじゃないか。うーん あと3ターンでこれが何かが分かるんだけど、もうちょっと頑張れるかな。よし、さあ、じゃあ、ここの草が何なのかはちょっとね、ちょっとぜひチェックしてもらいたいですね。これで行きましょう。ああ、4、四って書いてあるよ、これ。4ターンでやばいのかな。さあ、1月上旬、依然きつい。<laughs> これ分かんないな。 いや、戻ろう。ああ、もうここもダメになったってことだよね。そうだね。切り尽くしたっていう理解だね。戻ろう。えー、っと、かなり辛い彼ね。だから、戻ろう。よいしょ。上にもなんかあるね。うん。食料系かな。えー、っと。 彼はどうなってんのあと何ターンおエンキャンプっていうのをやると結構いいかも。キャンプを張ってやるってなると良さそうだな。ちなみにね、お金が徐々に増えているのはなんでかっていうと、特にね、誰かの一族を、えー、職業にね、つかせなければ、えー、こういう感じでね、プロデューストレジャーっていう選択もできると。 要は、お金を稼ぐっていう選択もあるんですね。だから、それをやってるからお金が徐々に増えているっていった感じですかね。そんな中で、えー、クランの一族一つがね、なんか怒ってますね。なんでだろう。<laughs> 彼、なぜか彼が怒ってる。ちょっと見てみましょうか、理由を。<laughs> あった、あったかい場所に行かせろ、つって怒ってる。そういうことか。じゃ、入って入って。い,い入って入って。多分、全然入っていいんだから。よいしょ。 よいしょ。彼参って。そういう細かい感じがあるんだね。ええと、ここでエンキャンプしたらどうなるんだろう。してみようか。お、増えたぞ。エンキャンプするというやり方があるな。だから、ええー、とね、さっきの、これだね。ええー、と、彼リーブさせて、ここに来させてエンキャンプすればいいんだよ。 ね、なかなかちょっと不慣れですけども。ええー、と、一通り回ってる感じはするから、えー、彼は戻ろうか。よし。で、入っちゃい。ね。大丈夫かエンキャンプでしょう。うよいしょ。フィニッシュ。 はい。2月の上旬になってます。えー、さっきは怒ってた一族ですね。ボリー一族は今ハッピーです。と。<laughs> ね、いう感じですね。これ今エンキャンプしてるから、えー、大丈夫なのかな引き続き、じゃあやろうか。引き続き。ね。よし。一回エンキャンプすると、みたいな、なんか休み休み。 進めるみたいな感じでいいのかなだけど、一回これ、どうなんだろう研究、いつ終わんのこれ。あ、あと2ターンで終わる。ちゃんと蓄積されてる。よしよし。じゃあ、ここ切って。で、あと、次のターンでエンキャンプだな。よし。で、彼は今、大丈夫か回復してる感じかな ね。よしよし。で、ウォッチ、ウォッチメンが多分、えー、選択できるようになったと思う。じゃあ、彼はウォッチメンだ。ウォッチメンどこだウォッチメン。上か。よし、これだ。ウォッチメンは何を消費するんだあ、木を消費する。でも木はいっぱいあるからいいんじゃないか。よし、4ターンね。オッケー で、研究はいろいろ進めていく方がいいね。まんべんなく。とはいえども、何をしようか。これやろうか。おいしょ。で、行きましょう。お、やった。2月の後半になって、雪解けが始まりましたね。こんな中で、えー、<っ>彼はちょっとエンキャンプしとく。エンキャンプしましょう。 彼は、もうそろそろ大丈夫そうだね。おえなになになんかバンディーツがうど動いてるよ。ちょっと去ろうか。ね。危ない危ない危ない。去ろう去ろう。えっ、ー、と、ディスカバリー。どうなんだろうおーなんかいろいろ。トレーダーとかいろいろあるね。面白いね。トレーダーとか、ガイドとか。へー、バーツ。んー アーチャーだって、ちょっとアーチャーやってみようか。ね。よいしょ。特にいいかな。よいしょ。あなんか今来たよ。あれやられてないふわっといなくなってないまだ大丈夫だ。危ない、危ない、戦いになっちゃう。やばい、なんか動けない感じがあるぞ。 うーん、難しいなあおいしょ。ね、あの、ここちょっと、特定してもらいます。遅いですけど。さあ、そろそろ特定できたんじゃないんで。できないや。次のターンでできるって。よし。頑張れ頑張れ。なんかある、ここに。何これ。古代の神殿みたいなのがここにありますね。へー。モラルを上げることができるんだって。へえー。 <laughs> 複雑だ。ここちょっとお留守になってるよね。バンディッツキャンプが。うんうんうん。まあいいや。多分ここ死んじゃってるってことじゃないのかな。うわ、来た。キャラバンが来た。おいおい、ここは羊だったっていうことが分かった。 へえ。来てるんですけど。お違うな。<laughs> なんとか、なんとか逃げ戻ってる感があるぞ。よし。はい。 今回はね、ここまでにしたいと思います。なかなか難しいですね。ちょっと慣れない部分もあるんですけども、ただ面白いです。続きがね、気になるっていう方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。そしてね、普段はツイッターで、えー、情報を発信してますので、そちらもチェックしてみてください。それでは。